皆さんこんばんは、あやです。はい、本日はですね、またクリスマスギフトを友達に回ってしまいました。はい、本格的に始まりました忘年会ラッシュっていうかバッシュっていう感じでございます。これなんかミトンになっててすごい可愛いやつをもらいました。何の気なしにこういうのが用意できる人の気遣いすごいなと思いながら、というわけでですね、本日は完璧な他人ワンビョカンタイ ンですね。はい、イタリア映画大人の事情のリメイクということにですね、見る直前に気づいたというところで、はい、ではあらすじいってみたいと思います。包茎整形医速歩著人のパと精神科医の妻イェジンキムジスの新居に集まった親友とその妻たち、亭主関白で気難しい弁護士のテスユヘジンさんと定説な専業主婦スヒョンヨムジョンが新婚ホヤホヤのイケメン社長ジュンモイソジン と、若妻セギョンソンハユン、新恋人を連れてくるはずが一人でやってきた教師ヨンベ、これ元教師ですね、ユンギョンホさん、久々の再会を喜び変わらぬ友情や夫婦愛を確かめ合い、お酒も会話も弾んでいく。そして自分たちの間には隠し事がないことを証明するため、今からスマートフォンに届く電話やメールを全員に公開しようと皆のスマホロックを解除することに。次々と届く着信やメール、他人に知られたくない大人の裏事情があらわになり、楽しいはずのパーティーは想像を絶する修羅場と化していく。めっちゃ面白そうなあらすじですね。めっちゃ面白い映画なんですけど、でこの韓国リメイクに関しては私は星は 3.4 ですね。まあぼちぼちって感じですかね。で私ツイッターでこの映画を見に行くときに、いつも映画見るタイミングでこれを今から見るぜっていう写真とともにあげるんですけども、イタリア版のリメイク第2弾とか言ったんですけども、全然日本語で見れるものが、元のイタリア版大人の事情で、次に来た大人の事情が2017年で、2018年にフランス版リメイクザ・ゲームが来ました。でその後2019年に韓国版の完璧な他人ということで、3つリメイクが来ただけの話だったんですね。実はですね、驚くべきから世界中でリメイクされておりまして、いきますよ。ギリシャ、スペイン、トルコ、インドで、フランス、ベルギー、韓国、ハンガリー、メキシコ、中国、ロシア、ポーランド、ドイツというわけでですね、めちゃくちゃ世界中でリメイクされているこの作品なんですけども、イタリア本国公開が2016年になります。韓国はパオロ・ジェノベーゼ監督、パスタっぽい名前の監督ですね。はい、でこの方がですね、原案を作ってます。脚本はちょっと別の方にはなるんですけども、完全オリジナルストーリーが2016年にあって、それをこの2019年の3年間の間に世界中でここまでリメイクされるってかなりすごいことになってるなと思うぐらい、オリジナルのイタリア版がめちゃくちゃ面白いということでですね、今日は完璧な他人を話をしているように見せかけて、大人の事情オリジナル版を皆さんに見ていただくように誘導するようなレビューになっております。ただここでですね、ストップをかけたいと思います。まだ見てない方、イタリア版もフランス版も韓国版も見てない方はもうすぐ停止ボタンを押してください。何も知らずに行け案件です。面白いことは保証します。絶対に面白いなので、何も知らずに行ってください。このレビューを見ている方は皆さん見てから見てくださいね。はい、もちろんネタバレはしませんが、何も知らない方が絶対に面白いです。はい、というわけでですね、ボンクラ、夫婦3組と、本当は彼女と来るはずだったですね、元教師のデブがですね、一人で来て、7人でですね、ディナーを囲む月食の夜にということなんですけども、この完璧な他人、始まった瞬間ですね、私、劇場間違えたかなって思う描写があるんですね。あそこの子供の時の描写っていうのはオリジナルではないので、で、しかもそこの子供の時の描写は特に物語として機能しないので、なんで入れたんだって思うし、最初結構不安になりました。私大人の映画のリメイク見に来たはずなんだけども、全然違うことが繰り広げられてるぞ、どうしようと思ったんですけども、中身としてはそこまで違わないです。フランス版もそうだったんですけど、ほぼほぼ一緒ですね。すごく
一緒のところでさすがと思ったのはやっぱり家の間取りですよね。結構これ肝心です。ワンシチュエーションコメディなので、このみんなが集まっている新居祝いということでですね、あの医者夫婦がいるんですけども、この夫婦のお宅っていうのがあの舞台になります。でここがですね、ダイニングルーム、みんなご飯を食べるところで、キッチン、そして月食を見るベランダで、また玄関の位置と、あとあの途中でですね、あの大変な役割を果たすバスルーム、このですね、あの間取りがほぼほぼあのオリジナルとして完璧でございます。イタリアのマンションと韓国のマンションってなんか通じ合わないって思うんですけども、あの韓国のちょっとええとこの人がマンションを買って、その新居祝いのバブリーな感じって考えると、まあまあ納得できるかなとは思いますね。はい、あとですね、一緒のところはでもほぼほぼ一緒 でその間取りが一緒っていうことは、それの動線が一緒なんですね。でカメラワークもほぼほぼ一緒と言いたいところなのですが、ちょっと韓国版ね、カメラワークくどいですね。もともとのイタリア版はさりげないからいろんな驚きが出てくるんですけども、韓国版はちょっとあのくどくて分かりやすいから、見ながら、あ、こういうことがこうだ、こうつながるんだなっていうのが分かるようなカメラワークになってます。これは私くどい、よくないと思います。でただですね、私が話を知って見てるからそう思ったのか、それとも別に本当にくどいのかちょっとわからないんですけども、一緒に初めてこのテーマを見る妹はめっちゃおもろいって言ってました。で、あのいろいろ読めたとやっぱりくどいっていうのはそういうことですね。で、あとそうだな、ほぼほぼ一緒ですね。はい、で違うところはですね、まあ、借金の話であるとか、あの予告編では詐欺ってなってましたね。で、ノーパンの話、ノーパン、あれ私の妹がパンツ履いてたよって言ってたんですけど、私のパンツ履いてたように見えて、あれって履いてたんですかね。元がノーパンなんかな、私ずっとノーパンだと思ってたんですけども、履いてた人をしたら途中ですね、んって思う演出があるから、そこのところちょっと分かる方がいたら教えてください。で他にはですね、あとデブのですね、デブのあのワーキングアプリっていうのがですね、コメディ要素になります。この映画ですね、本当めっちゃコメディなんですけども、どんどんホラー化していくので、あの悲惨ですね。はい、でそのデブのあのワークアウトアプリっていうのがあって、そのタイマーとかを設定するというか、そのアプリを使うことで、あの定期的に時間にですね、あの1、2、3、4みたいなのが鳴るんですね。でそれが鳴ったら、どこでもいつでも強制的にワークアウトをしなければいけない、で強制的に運動をすることによって痩せようっていうダイエットアプリなんですけども、これはアメリカのアプリでございます。で、オリジナルがアメリカのアプリで、韓国版もアメリカのアプリだったんですけども、不思議なことに大人の事情、アメリカ版のリメイクはまだ出ていないということですね。多分あの版権は買ってるとは思うんですけども、ちょっと企画が進んでないのかな。よくありがちですね、ハリウッドのリメイクの時に配役が決まらないみたいなね。あとそうですね、あの誰もがとは言わない、私はすごくグッとくる、チョ・ジヌン・オッパー演じるお父さんが娘にですね、大切な時にかける言葉というのが、セリフが結構違います。この映画は結構イケイケゴーゴーみたいな感じだったんですけど、もうオリジナルはもうちょっとあの大切な話をしているので、ちょっとそのニュアンスは違うから、そこもちょっと悩ましたね。で、あと違うのが、あ、めっちゃ面白いと思ったのが、あの人の年齢、あれは本当に韓国リメイク版ならではの設定です。めっちゃ面白いと思った、っていうね、最高だと思いました。あとね、ユヘジンさんのね、あの大事な時に発する訴えろよっていうのね、あれもかなり効いてきます。ユヘジンさんの仕事が弁護士さんだから効いてくるっていうところにはなると思うんですけども、でこのですね、あの大人の事情、そして完璧な他人、ザ・ゲーム、同じ話でございますのテーマはですね、お前、私たち仲良しだから秘密がないだろう、じゃあスマホとかもあのメールとか電話とかで、SNS って字幕には出たんですけど、カトですね、カカオトーク、日本でいう LINE でございます。これのですね、あの全部読み上げたりとか、もうみんなで見せましょうみたいなことを言い出すんですね。言い出すやつがいるんですよ。あれ、そいつが一番罪深いと思ってて、あのね、こん
なことしたら待ってるのが地獄しかないことぐらいわかるだろバカ野郎と思うんですけど、あの言い出しっぺが医者夫婦の奥さんの方、カウンセラー、精神科医なのかカウンセラーなのかちょっとですね曖昧なんですけども、そのババアが言い出すんですけども、その人が言い出したことには実はですねきちんとした理由というか、このババアのですねあのめちゃくちゃひどい思惑というか他人を嘲笑う感じっていうのが込められているので、腹立つと思って、もっと不幸になれお前と思いましたね。腹立つ、あのイタリア版の時も韓国版の時もフランス版の時ももう腹立つ、不幸になれと思った。こんなことしちゃいけない。あのですねスマホとかこういうパソコンとかなんですけども、誰かが言ってたんですけども、はっきり言って恋人とか家族とかよりも私のことを知っている、どんなことを検索してるかですね、全部知ってるじゃないですか。そんなことをですね大っぴらにするものではないし、なんつうこと言うんだバカ野郎、本日2回目のバカ野郎ですね。はい、なので特に悪いこととか犯罪とかではないけれども、知られたくないようなことがポロ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 出てきてですね、みんながみんな不幸に陥るという話でございますね。まあ、浮気だったりとか、そのさっきの借金だったりとか、他の人にこの仲間の悪口を言ってたとか、でもうちょっと深いですね、実はある後々作用してくる感動的な事情っていうのもいろいろありまして、でそれだけじゃなくて、いろんなことがですねどんどん積み重なっていって、その積み重ねが大事、一個一個のプロットが大事な映画なので、リメイクするときにそれぞれどうしても話がほぼほぼ一緒になってしまうっていうのはしょうがないんですよ。そのプロットの積み重ねが違ったりとかすると、その積み上がったものが全然別のものになったりとか、もう積み上がらなくなってしまうから、一緒なのはまあまあまず当たり前ですね。で韓国版の監督はイ・ビョンホのインフルエンスとか、イ・サン王の涙をやってるかなり実力派のですねイ・ジェギュ監督でございます。このねインフルエンスもイ・サン王の涙もそうなんですけど、演出とか脚本がまあですねなんと言いますかですねインテリジェンスな映画になってます。でどちらもかなり面白い作品なので、これもおすすめにはなりますね。で、大人の事情なんですけども、ちょっとどこで見れるか私ちょっと忘れちゃったんですけども、フランス版のザ・ゲームの方はネットフリにありました。はい、結構ねちょっと京都でも今週が最後ぐらいになるのかななんですけども、全国ではですねまだまだ上映するようなところがあると思うし、ムーブオーバーももしかしたらあるかもしれないので、ぜひぜひ何も知らずに言ってください。ここまで映画見てないくせに、ここまで映画見てないくせにとか言っちゃダメ。映画見てないけどもここまで見てくださった方々、今からでも遅くないから止めて見に行ってください。はい。で、あとはですね、まあそのね、デムのアプリが違ったのはね、すごい嫌なんですよ、私。デムのアプリが、韓国版では普通にワークアウト、腕立て伏せしたりとか、普通の、まあ、筋トレみたいなんだったんですけど、これイタリア版元はですねエアロビに近いダンスなんですね。でもっと音がでかくて音楽に合わせてダンスするみたいな感じだから、それが後々聞いてくるのにっていうところでですね、なんでそこ変えちゃったのっていうのもあります。そしてですねポイント2つありまして、まずはですね、アルバロルバケル問題でございます。これ何かというとですね、元のイタリア版で、この韓国版の完璧な他人でですね、ソン・ハユンさんの演じていた、このですね、浮気してるかもしれないですね、イケメンのイソジンさんの若い妻、もう結婚したての奥さんの役の、このソン・ハユンさんがやっている役を、イタリア版はアルバロルバケル、さんっていう女優さんがやってるんですね。でちょっとね韓国独特の感じがいいなと思ったのは、年齢的な見下しであるとか、なんだろう、新参者に対する村八分感、ちょっと表面には出さないけども陰口叩いてるみたいな感じは、韓国は年功序列が激しいから結構そこは効いてきますね。嫌な感じが効いてきます。でこのアルバロ・ラケルっていうですねイタリア版のこの役を演じたこの奥さんの覚醒っていうのがこの映画では結構重要になってくるんですけど、ちょっとソン・ハユンさんでは弱かったかなと思いますね。で
このアルバロールバキルは見事にですね、イタリアまで覚醒してみせるんですけども、この方はですね、この2017年、日本に大人の事情が来た年にですね、アダム・ドライバーと夫婦を演じたニューヨークが舞台のイタリア映画。これがね、強烈にしんどい作品なんですけど、めっちゃ面白い。お父さんとお母さんが子供の教育方針が違うということがどこまでの不幸を生むかっていう、めっちゃしんどい話なんですけど、すっごく面白いのでおすすめしたいんです。で、同じ年に確かですね、夏が来る日々、夏を行く人々という映画も、あのちょっと不思議な映画だったんですけど来ました。なのでこの年結構アルバロールバケル案件がたくさん見れたから、2017年はアルバロールバケル元年じゃねとか言ってました。その前だったらちょっとルカ・バラニーノのミラノ愛に生きるとかにも出てましたね。で、もう一つの問題なんですけども、多分ね、みんなちょっとえって思うラストがあります。多分衝撃のラスト、多分このことを言うんだと思います。これをそう映画を見ててこのラストが想像できる人まずいないと思うので、衝撃のラストです。で、実はイタリア版が公開された時もこのラストって賛否両論あったんですね。え、なんでそうするんだっていう人と、あ、そうしてよかったっていう人と結構いまして、で、この映画も同じラストになりますが、ちょっとね、韓国版は分かりにくいんですよ。イタリア版はテンポが良くて、そこに着地するから一瞬で、えっていう驚きがすぐに分かるんですけど、韓国版はちょっと、どういうこと、じゃあそういうことぐらい、ちょっと理解は追いつくのが、テンポがその元々と違うことによって、ちょっとですね、理解しづらいかなと思うんですけど、ただこの衝撃のラストの賛否なんですけども、私はですね、圧倒的な賛なんですよ。なぜこのラストになったかって結構皆さん見た方考えると思うんですけども、し、なんかしらけたって人もいれば、あ、もうなんかすごい、なんかよくわかんないけどすごいラストだなって思う人もいると思うんですね。で、私は実は一個明確なですね、私の見解、明確に私が思っていること、なぜこのラストにしたのかっていうところがありまして、この映画をですね、作った人、監督であるとかスタッフであるとかカメラマンであるとか、みんながですね、この登場人物たちをあまりにも愛しすぎてしまったがために、この地獄のようなですね、ドシュラで終われなかったのではないか、だからあのラストにして、で最後にあれが来たのかなっていう見解が私結構強固にありまして、そうするとめっちゃエモいんですよ。わかる、そうだよね、もうみんなダメなとこあるけど、みんなやっぱり人間的でみんな愛しいから、そういうラストになってしまうのはやっぱりみんなが好きになりすぎたからだよねっていうのが、実は私はこのラストについての見解としてあります。本当に賛否が分かれるラスト、そしてですね、めちゃくちゃ面白いこの畳みかけるコメディホラー、本当にこんなことやっちゃダメ、みんなのスマホをみんなで見ようみたいなことは不幸しか呼ばないので、もう絶対にやっちゃダメなのに、何してんだ大人っていう感じの映画にはなっておりますが、本当に面白いです。別にですね、オリジナルのイタリア版を見てなきゃダメとか、フランス版もチェックしろみたいなことは全くないです。知らない状態には戻れないので、韓国版もイタリア版もフランス版も見てない方はですね、もう真っさらな状態で本当に言ってください。ちなみに予告韓国版見ても全然まだ大丈夫な感じの、ネタバレとかは全然しないです。というわけで最後まで見ていただいてありがとうございます。ちょっとね、大好きな映画すぎて長くなってしまいましてごめんなさい。というわけで大人の事情よろしくお願いいたします。